皆さんこんにちは。今日は素晴らしい素晴らしいパウダーが降ってるんですけども、そんな中老舗中の老舗のペンションである、ペンションニューホワイトベアさん、こちらにお邪魔したいと思います。それでは行ってみましょう。創業はね40年経ちましたね。ここが一番端だったんです一番下で一番端だった。一番端、あ、そうかそうか。この向こうは更地だった。へぇ、今ではここがメインのストリートですよね。今はね、ここは昔は端っこでした。夏はほとんどスキーの合宿のお客さんで、滑るんじゃなくて、この辺とても環境がいいんで涼しいんで走り込んだりする。で、ヒラフスキー場なんでアルペンなんだと思うけども、来るのはランナーのお客さん。ちょうどいい長い上り坂があるんですよ、アスファルト。そこがローラースキーに適してるんで、山がいっぱいあるんで、例えばここから羊蹄山まで走っていって、てっぺんまで走って登って降りてきて、お昼1時ぐらいにはうちで昼ご飯食べてる。信じられないです。怖い怖い。それをね、合宿中に 2,3 回やってますね。あと羊蹄山が飽きたっつったら、今度アンヌプリに登って、アンヌプリにも山のてっぺんが3箇所あるんで、それ3山てっぺんまで登って、走って登って帰ってきてます。夏も冬もスキーのお客さんが来てるんですね。はい、来てますね。で、冬は最近はやはりここ場所が最高の場所で、やっぱり外国のお客さんが多い感じですね。青森の弘前です。スキーが好きの趣味になったきっかけって何ですか？趣味っていうか選手だった。あ、選手だったんですね、はい。でもあんまり雪降らないですよね。降りますよ。あ、降るんですか。いや、ここと違って閉まった、ちょうど競技にはいい雪が降る。ここはパウダーです。あうん、競技終わってから粉雪滑りたくなってね。当時もやっぱりニセコったら早くに滑れた、だから青森から来ても、1週間ぐらい合宿する、はいはい、大学4年間でスキーを辞めて、青森県庁入った。あ、一度、はい、公務員もやった。はい、公務員やりましたよ毎年行くんだから別荘でも建てようかぐらいの軽いノリで、やったんだけど、はい、騙された。騙されたって来たらね、建物もないし何もないの。本当に騙されてる。本当に騙された当時はね、騙されてると思ってないから、せっかく何人も泊まれるんだから、予約も取っちゃおうって、予約も取っていたから、予約は取ってるわ、建物はないわ、で、えれいことになってで、下で売りに出てるとこがあったんで、それを一冬やった。よかったって、いつでも貧乏だよなっていうやつ大した商売にならねえなっていうことですいや、それでもね、40年続けてらっしゃいます。だからこんだけのね、労力というか動きをしたら、何本儲かったんだろうなと思うぐらい動いてる。夏のサッカーとか、はいはい、そういったものに対して最初の本当の初めての時にグラウンドも最初は整備して、はい、グラウンド整備ね、やるっていう整備は作ったんです。グラウンドを山から作ったんですよ。みんなでその夏にお客さん呼ぼうっつって、はいはい、で僕なんかはその機械もいじれたし、いろんなことできたんで、あれですね、2年間タダで働いてるっていう形で、自分で掘ったんですね。マネジメント作業を、呼び込み全てをやられて、だからもうそのぐらいね、何もなかった状態からみんな、でみんなで協力してもらって、宿屋の父さん母さんみんな出て総出で一列に並んで砂利拾いとかね。それはどれぐらいですか？それがそれこそ30年ぐらい前ですよ。30年から25年ぐらい前ですね。子供が小学校入る頃だから、始めてから10年ぐらい経った頃から始めましたね。10年ぐらい、最初のきっかけはこうご自身の息子さん、そうそう、をよそのチームに入れたんだけど、合わないな。合わなかった。
教え方違うなってそんなこと言っちゃ怒られちゃうけど、そう思って、うん、いや自分でやった方がいいよって言って、うんうん、今もやってますよ、ね、じゃ冬忙しいですよね。冬忙しいのにいないんです、ね、他のペンションの皆さんは結構冬忙しくて自分滑りに行けないっておっしゃる方多いじゃないですか、うん、はい、じゃあ冬のペンション経営はやってますよ。やってます奥さんがやられてるんですかねいや、いる時、まあ、土日はまあほとんどいないんだけど、うんうんうん、あとはナイターぐらい一生懸命子供らやるからね、うん、やめられないですね、本当にね、いつでもやめてもいいと思って募集はしないんですよ募集はしないんだけど、ああこの子終わったらもうやめていいなって思うんだけど、うん、その頃には必ずね、有望なのが入ってくるんですよ。いや、この子来ちゃったらやめれねえじゃんっていう部分があるんでどういう風に変わっていくのかはちょっとわからないけども、やっぱりね、雪質がやっぱりいいですよね、うん、それは変わらないですか。それは変わらないけど、うん、言いにくいことだけど、ここ 1,2 年、ね、うん、降ってる場所が変わってきてるんじゃない、うん、あの冬、うんうん、あの昔ニセコの方がいい雪だったのに、今ちょっと小樽寄りの方がいい雪降ってたりするんですよ。あのなんか降る場所が移動してるんですよ。ちょっと北になってる、北になってる、ね、で昔は、昔っていうか 2,3 年前までは北の方が寒すぎてそんないい雪降らなかったんですけど、だから温暖化のせいかな、その寒い雪で寒すぎてもあまり寒すぎてもダメだったんですね。あの細かすぎて閉まっちゃうんですね。あのニセコは、うん、極端な言い方すると、うん、縦に降ってきた雪が縦に積もるんですよ、うん、で本州だと縦に降ってきたやつも積もるときにはこう横になって積もるんです。この雪を本当にこのリフト1本2本で滑れるっていうことはすごい財産だと思う、うん、この雪を滑るためには、うん、それこそ酸素マスクをして、うん、あのかなり何千メーターも上に上がっていって初めてこの雪なんですよ、うん、だからニセコってね、こんな低い山でこんだけふわふわの雪滑れるっていうことはすごい財産なんで、これを大事にしなきゃなっていう気持ちはありますね。すみません、今日どうもあ、すみません、ありがとうございました。ペンションニューホワイトベアさんでした、ヒラフの中でも当地に位置し、でこのですねスキーの歴史のような、ことが分かるとても素晴らしいペンションです。でオーナーさんもスキーの後輩の、育成に尽力されており、今後ともニセコの中心のペンションの一つであってほしいと私も思います。ぜひあの皆様もニセコにいらっしゃった際は、ニューホワイトベアさんもご利用してください、はい、ではどうもありがとうございました。ありがとうございました。